それでは皆さん楽しく笑顔で参りましょう。ミュージックスタート。さあ、番組をご覧の皆様、すでにゲーム2の投票は始まっております。好きな女の子の名前をクリックしてください。オープニングの YouTube アクセス数伸びないね。ねえ、オープニングブレイクしないかな。あんな小さいプロダクションは無理でしょう。ネットで放課後プリティ制とかついに解散かってスレッドだった。ほとんど書き込むやついなかったもんね。すいません、ちょっとお腹ピンピンしちゃって。アイドルだよアイドル。すいません。じゃあ、そろそろ時間もないようなんで、最後の質問よろしいですか。はいはいはい、はい、ではお聞きします。では頬ぶりの皆さんにお伺いします。皆さんはやはりアイドルのトップを目指しているわけですよね。はい、今はまだ全然ダメですけど、ここから羽ばたきます。じゃあ例えばですけど、ちょっと意地悪な質問しますね。もしこの放課後プリティ生徒会を辞めてソロで活動すれば確実にトップアイドルになれるとしたら、皆さんどうしますか。やだ。てか現実的にはそんなことありえなくないですか。ホープリを辞めることはないと思います。ソロで成功って時点でリアリティないですよ。この世の中確実なものなんてないですから。私たち結束力だけは他のアイドルグループさんに絶対負けないんですよ。そうです、この7人でやるって覚悟決めてますから。7人でトップになります。まあね、私たちこう見えて命がけなんです。はあ、いやすごい覚悟ですね。その覚悟があれば必ずトップアイドルになれると思います。はい、じゃあ応援してますんで頑張ってください。ありがとうございました。はい、ではまもなく開演です。はーい、ホープリープリープリーイエーイ。プリプリプリティー。
大丈夫な、な、な、大丈夫だったぞ。おい、怪我してない。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おあれ、あれ、あれ、どうした、いないっすか、誰もいない。何これ、何それ、なんかやばそうだよ。今日15時ごろ、秋葉原のイベントスペースで7人組のアイドルグループ放課後プリティ生徒会が誘拐される事件が起こりました。ライブ中に会場の電気を消して犯行に及んだもので、その時ステージから複数の悲鳴が聞こえたということです。現場近くでマスクをした男たちがいくつものスーツケースを転がして移動する姿が目撃されており、警察では事件に関係があるものとして捜査を進めています。放課後プリティ生徒会は秋葉原を中心に活動する女性7人組のアイドルグループだということです。今ニュースが入りました。アイドルグループ放課後プリティ生徒会が誘拐された事件で、現在本人たちと思われる女性たちが映った映像がインターネットで中継されています。映像は薄暗がりの中で7人の女性たちが床に倒れて動かない状態を映しており、着ている衣服が放課後プリティ生徒会のものに酷似しているということです。なあ、これ生きてんの死んでんの、わかんないよ。何なんだよこれ、逃げろ、逃げてくれ。こんだけの人間が見てるっていうのに何もできねえのかよ。
テンプの運、テンプの才能、そして努力と根性とカリスマ性を併せ持った最高のアイドル、神アイドルをインターネットを通じて皆さんの投票で決定する神アイドル総選挙バトル、今宵招待したアイドルはこちら、ホープリこと放課後プリティ生徒会の皆さんです。彼女たちの中から次世代の神アイドルをたった一人選ぼうじゃありませんか。壁に仕込まれた複数のカメラが彼女たちの魅力を余すところなくご覧の皆様へお届けします。申し遅れました。私この番組の責任者と総合司会を務めます江野と申します。お願い、ここから出して、お願い。はい、うるさいですよ。いやだ、早くここから出して、お願い。何も悪いことしてない。はい、黙りましょうね。いやだ、黙らない。なんでこんなところにいなきゃいけないの、意味がわからない。出してって言ったら出してよ、お願いだ。黙れだボス。誰が喋っていいって言った。いいか、言うこと聞かないクソは、よーく見とけ。何？何なの？ねえ、ミキ、助けてよ。やだ、やだ、やだ、助けて、やだ、助けてよ。はーい、こういうことになっちゃうよ。ご覧のように逆らったら首輪が爆発して命を失いますのでご注意ください。私たちはどうするつもりなの？ご説明いたしましょう。今からホープリの皆さんにはアイドルの資質を競うゲームに参加していただきます。ネットでご覧の皆様は各ゲームをご覧いただきながらリアルタイムで好きな子にご投票をお願いします。投票は各ゲームで1人までとなっておりますのでお間違いのないように。そして各ゲームの人気投票で最下位だったお嬢さんは首輪がボンと作動し、そこに転がっているクソアマのように死んでいただきます。マリー、危ない。それは無理に引っ張っても爆発しちゃうんでよろしく。そしてゲームは最後の一人になるまで続けてもらいます。それ以外は全員死んでもらいます。ここで死にたくない方に朗報です。もしゲームの途中に誰かがお亡くなりになった場合はその場でゲームを終了し、最下位の首はボンは免除いたします。どういう意味かお分かりですね。この厳しい芸能界、時には誰かを蹴落とすのも重要だということです。どうしてこんなことするの？才能があるのに売れないアイドルの皆さんにチャンスを与えたいんですよ。この配信は世界中の凄まじい数の人たちが見ています。ここで生き残れば日本はおろか世界の有名人ですよ。本人の意思さえあればトップアイドルは約束されたようなものです。意志のない人、弱い人は死んでください。意志のある人は生き残ってください。私は本気です。では早速最初のゲームに参りましょう。
ネットでご覧の皆様は放課後プリティ生徒会を知らない方がほとんどです。一人ずつ自己紹介してもらいましょう。皆さん素敵な自己紹介をお持ちなんですよね。さあお嬢さん方、ステージに並んで。ゲーム1、電流自己紹介。電流、さあこの番組をご覧の皆様、早速ゲーム1の投票を始めます。好きな子の名前を好きなタイミングでクリックしてください。誰を神アイドルに選ぶかはあなた次第です。投票、投票ってこれか。これは俺のパソコンだからむつみに入れるよ。分かってるよ。最初はマリア。その電極を握って電流に耐えながら自己紹介していただきます。今回に限っては死ぬほどの電流は流さないけど、勝手に手を離したら首輪がボンだよ。私がスタートと言ったら電流を流します。ちなみに電圧はどんどん上がっていくんでよろしく。じゃあ握って。よーい、スタート。さあ皆さん、マリアにはどれぐらい投票してくれるかな。マリア、かっこいい。それでこそマリアだな。けど俺はマイタンに一票。今クリックしようとしてるあなた。まだ一人目が終わったばかりですからね。そう焦らない方がいいかもしれませんよ。何しろ最後の最後にとっておきの
お気に入りが現れるかもしれませんからね。では次、むつみ、電極に行って。娘、やりきって、死んじゃダメだよ、死んじゃダメだ、頑張れ。電流スタート。早く言わないと電圧がどんどん上がっちゃうよ。そんなに、マイタンすごくねえか、こんな時までメンバー気遣って。次、宇宙行け。はい。電流スタート。私は女王。あなたの女王。私の前にひざまずき、すべての許しをこいなさい。放課後プリティ生徒会、クールエース、宇津井圭です。オッケー。次、山吹舞。思いっきりやってきな。部屋に電話かけまくってマイタンに投票してもらうように頼むんだよ。そうか俺も。あ、もしもし、ネット開いて。電流よーいスタート。うーマイタン、小さい頃から憧れてたアイドルだから、最後までしっかりアイドルやります。マイタンマイタンタン
オーケー。頑張ってよ。大丈夫。え？マリア推しなの？つってもそんなに好きじゃないだろ。あ、いや、それくしょ。では次、三木本美紀。美紀。美紀。ミキ、やらないと死ぬよ。さあ、握ってください。はい。電流スタート。しょうがない。とりあえず今回だけはサービスしましょう。とりあえず OK です。ミッキー、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 大丈夫？しっかりして。大丈夫？大丈夫。ミッキー、早かった。しっかり。次、鳥居ななみ。電流よーい、スタート。もうめっちゃ早く言わないと電圧が上がっていくよ。
ッケー。ナミナミナミ、おや、ご覧の皆様は失禁がお好きなようですね。現在鳥居菜々美がダントツのトップです。そしてゲーム1の得票最下位は三木本美紀。ではホープリの皆さんは一旦バックステージに下がってお休みください。談合やお蝶何でもありですよ。5分後にまたお呼びします。次からは皆さんで一斉に挑戦していただくゲームになりますんで、よろしく。ねえマリア、どうにかして脱出できないのかな。できないよ。聞いたでしょ、生き残れるのは一人だけ。今会話したら情が出て他の子を蹴落とせなくなっちゃうかもしれないよ。まあマイタンみたいな甘い子はどうせダメだろうけどさ。私たち結束力だけはどこにも負けない放課後プリティ生徒会じゃないの。生きるか死ぬかで結束力も何もないでしょ。うつみ、生き残りたい。そう、みんな生き残りたいの。そして生き残るには自分以外の全員に死んでもらわないといけないの。それが今の現実よ。今はもう普通の状況じゃないんだし、人間なんてみんなこんなもんだよ。この後だって汚い手を使うやつだっている。どうしたって蹴落とさないといけなくなるんだから、みんなも気をつけないとね。そんなのやだ、私やだよ。ホープリのメンバーを蹴落とすなんてやだよ。ホープリはホープリじゃないとやだよ。遅いよ、もう二人いないんだから。マイ、親に内緒で何やってんだ。アイドルだよ。私パパに言ってなかっただけで、昔からアイドルやりたかったの。マイがアイドルになれるわけないだろう。もうやってるの、
私トップアイドルになりたいの。無理だよ。インターネットでライブ見たけどな、大体なんだあれは。気持ち悪い弟どもに媚び売ってケツ振ってそれで楽しいのか。俺は屈辱だよ。私は容赦しないから。生き残りたいし、トップアイドルにもなりたいから。はーい、お嬢さん方、ゲーム2が始まりますよ。裸足になっていいですか。裸足になって元気いっぱいでご登場ください。これなんだ？鉄板？さあ、その鉄板に乗ってください。今から1ミリでも鉄板の外に出たらすぐ首はボンですよ。はい、どうぞ。それでは電熱スイッチオン。出ちゃダメ。ゲーム2、人間ステーキ鉄板ダンス。嘘、ひでえ。鉄板は周りから徐々に熱くなっていきます。そしてホープリの代表曲プリプリプリティが流れますんで、皆さんは曲に合わせて歌って踊ってください。ちなみに曲が終わるまで鉄板の上にいたらみんな焼け死んじゃいますよ。かといって勝手に鉄板の外に出たらすぐこれです。どういう意味か分かりますよね。皆さん一緒に死にますか。
それとも誰かを犠牲にしますか。それでは皆さん、楽しく笑顔で参りましょう。ミュージックスタート。さあ、番組をご覧の皆様、すでにゲーム2の投票は始まっております。好きな女の子の名前をクリックしてください。得票はこれまでのものに加算されていきます。誰を神アイドルに選ぶかはあなた次第です。ちゃんと約束を持って残っててくれたんだね、マリア。喜んで。マリアのレギュラーほぼ決まったよ。本当ですか。ああ、マリアの事務所も俺が面倒見てくれるのは嬉しいって言うからね。やっぱゴールデン持ってるプロデューサーさんってすごいですね。もちろんマリアの才能を生かしたいからだよ。でもさ、ほぼ決まりであってまだ完全に決まったわけじゃないんだよ。それは今日ここで決まるわけ。わかるよね。レギュラー欲しいよね。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。はい。あ、どうされました。そうですか。いや、でも、はい、わかりました。はい、失礼します。マリアちゃん、悪いんだけどさ、レギュラーの話立ち消えになっちゃった。え？いや、空いてた枠あったんだけど、プロダクションのでかいとこがバーターで他の子をねじ込んできちゃったみたいでさ。上司の命令だから、俺もね。半年も待ったのに。でもまたチャンスあるからさ、次の番組改編期にね。と、じゃあまた連絡するからね。あ、もしもし。あ、どうもどうも。あ、お疲れ様です。はい。あ、ありがとうございます。わかりました。おっと、鉄板から出ちゃったね。だった鳥居ななみがお亡くなりになりましたんで、ゲーム2再開前は首やボンを免除いたします。マリア、こんなことして得票数上がると思ってんの？最後に一人生き残ればいいの。
私は絶対生き残るから。あんたたち、私のおかげで助かったんだよ。感謝してくれなきゃ。助けてくれなって頼んでないよ。へえ。じゃあみんなと一緒に仲良くステーキになるつもりだったの？ありがとう。え、むつみ？けど私だって生き残ってトップアイドルになってやるんだからね。すごい、むつみじゃないみたい。闘志むき出しだな。誰もいないし来ないんだよな、うん、いよ。じゃあ脱げよ。じゃあ俺とのやらしい画像流出させちゃって OK ってこと？今日が最後だからさ、ね、今日付き合ってくれたらこの中に入ってる画像全部消去するから。この前もその前もそう言って消してくれなかったじゃない。むつみが俺を捨てちゃうからだろ。お仕置きだよ、お仕置き。でも本当に最後だからさ、一回ステージでやってみたかったんだよね。この夢叶えたらもうおしまいにするから。だから脱げよ。マリア、わざとトップだったナミ狙ったでしょ。は？バカじゃない？手の内明かすとでも思ってんの？それとも一番弱そうな子を選んだとかだよね。これじゃ殺し合いじゃない。綺麗事言わないでよ。殺し合いに決まってるでしょ。芸能界と同じよ。誰かが生き残って誰かが消える、弱肉強食、潰し合いの世界。勝つつもりのないやつ、トップに上り詰めるつもりのないやつはすぐに消えるし蹴落とされる。ただそれだけのことよ。私たち放課後プリティ生徒会でやっていこうって決めたでしょ。前は現実が見えてないんだよ。むつみまで何言ってんの。ホープリで頑張ってこの1年間、客は増えたり減ったりで結局鳴かず飛ばずでしょ。成功しませんって言われたようなもんよ。前みたいな子がいたからかもね。前もしかしてカメラ意識して票稼ごうと思ってぶりっこしてんじゃないの？違うよ。えぐい会話になってんな、むつみまで。けどまいたんはやっぱり根っからこういう子だったんだな。
私でもマリアでも遠慮なく潰すつもりでいてね。アイドルになりたいんでしょ。うん、ありがとう。マリ、どうしたの？あの男に何かされた？違うの。あれ、パパなの。パパ？ちょっと喧嘩しちゃってさ。この仕事してること内緒にしてたんだけど、この前のグラビアで見つかっちゃって。アイドルやめないと親子の縁切るって言われちゃった。で、どうすんの？やめないよ。私トップアイドルになるんだもん。でも仕送りなくなっちゃうから生活厳しくなっちゃうな。私の部屋に来てもいいよ。本当？舞、私の気持ち分かってるよね。遠慮しないよ。とにかく遠慮しない3人ってことね。まあそう割り切ってくれた方がこっちもやりやすいしね。じゃあベストを尽くすってことでよろしく。生き残るのは絶対私だけどね。それでは皆さん、そろそろ時間ですよ。ファイナルゲーム！よし、アイドル、武器、争奪バトル。はい、ご説明いたします。今から3人それぞれに武器を与えて殺し合いをしてもらいます。実は今回のゲーム、1分ごとに新たな武器を与えていくんです。しかもその時点のリアルタイムな得票の順位で、トップには最も強い武器を、2位にまあまあの武器を、3位に最も弱い武器を与えるわけです。だからまず最初は現在の得票順位、トップのマリア、2位のマイ、3位のケイ、
これで与える武器を決めます。生き残った一人が次世代の神アイドルです。ではよーいスタート。はい、マリアは死んだよ。あと一人だね。じゃあね、やりな。神アイドルになるのは私、一緒にやったのに。そうだよ、前は立派だった。でも少しだけ私の方が強かっただけ。悔しいけど、けいならいいよ。最後にお願い、舞が K の舌を噛み切ったようですね。ファイナルステージ終了。次世代の神アイドルは
得票数1820万票山吹舞。さあステージの中央へどうぞ。皆さん拍手を。さて皆さん、ここで重大事実を発表します。私の名前は江野翔平、エノックスエンタープライズという会社で代表を務めております。資産家でありプロデューサーです。この度エノックスエンタープライズは芸能プロダクションを開設いたしました。開設にあたって1年前に目をつけたのが、才能がありながらも恵まれない環境にいたアイドルグループ放課後プリティ生徒会です。私はホープリが所属していた事務所ごと買い取って、こいつ頭おかしい、1年の準備期間を経て今日のお披露目に至ったのです。よくお聞きください。今日皆様が目にしたものは1年間のリハーサルを重ねたドラマだったのです。放課後プリティ生徒会は誰一人死んでいません。え？皆さん、お騒がせしてすいませんでした。すいませんでした。私たちは全員生きています。怒ってあげるよ。うん。こんにちは。ちょっと大事なお話があるんですが。大事な話？あなたの将来にとって非常に有益な話です。助けられなくて申し訳なかった。気づくのが遅くて。しかしあの映像と画像は回収し、彼らには然るべく制裁を与えます。あなたは何者なんですか？プロデューサーです。今日から1年の準備をかけて犯罪スレスレの壮大なフェイク番組を作り上げ、あなたたちを売り出します。その日のためにあなたたちには極秘のリハーサルを始めてもらいます。きっとマスコミからは叩かれるでしょう。しかし同時にこれ以上ないプロモーションにもなるでしょう。どうですか皆さん、挑戦してみますか？やります。
私たち結束力だけは他のアイドルグループさんに負けないですから。今日の番組は私プロデューサー江野が仕掛けたフェイク番組です。合成や仕掛けを駆使しホープリのみんなに迫真の演技を叩き込んで作り上げたプロモーション番組だったのです。お騒がせして申し訳ありませんでした。しかしいかがですか、放課後プリティ生徒会の才能は次世代の神アイドルにふさわしいとは思えませんか。選ぶのはこれをご覧になったあなた次第です。そしてこの夏彼女たちのメジャーデビューシングル神アイドルはここにいるを発売します。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろ